はい、こんにちは、1 1 6インズです。さて、今回はオールスターについて話していこうかなと思います。 毎年夏に MLB ではオールスターゲームが行われ両リーグを代表する選手たちが一堂に会し1試合だけではありますが戦ってますよね昨年はロッキーズの本拠地クアーズフィールドで行われ大谷選手の二刀流も印象的でした今年のオールスターはドジャースの本拠地ドジャースタジアムで行われる予定ですがシーズンがちゃんと開幕すればの話ではあるんですがオールスターの名にふさわしい両リーグともに成績の面でも素晴らしい選手が今年も選出されることでしょう ただ MLB のオールスターは一部ファン投票で選手が選出されたり、また全30球団から最低でも1人は選出することとなっているため、たまになんでこの成績でオールスターに選ばれたのか不思議に思ってしまうような選手も、まあ、ものすごく多いわけではないんですが、たまにありますよね。今回はなぜかオールスターに選ばれた人々というテーマで、2001年以降でオールスター時点の成績面ではちょっと微妙だけど、それでもオールスターに選出された選手たちを探してみました。それでは早速その選手たちを見ていきましょう。 はいまず1人目は2012年レンジャーズでプレーしていたマイク・ナポリナポリがキャリアで唯一オールスターに選ばれたのがこの2012年でエイルのキャッチャー部門ファン投票での選出となりました。 この当時のナポリといえばキャッチャーもできる強打の選手という印象で、前年の2011年にレンジャーズに移籍して、移籍1年前113試合の出場ながら30ホーマー、OPS も10割超えと素晴らしい成績を残し、レンジャーズの2年連続のリーグ優勝に大きく貢献した選手でもありましたよね。前年に続く活躍に期待がかかりましたが、ただ2012年は4月こそ OPS9 割9輪を残しましたが、以降は失速し、前半戦終了時点で打率が2割2分8輪、OPS7 割6分、一般的に打率が2割2分 力が劣るキャッチャーとしてはまずまずの成績ではあるもののオールスターにふさわしいかと言われるとうーん微妙かなくらいの成績だと思いますが、まあ、それだけ前年のインパクトがよっぽど強かったんでしょうねレンジャーズファンを中心としてファンの多大ななサポーーートを得てオールスター選出となりましたキャッチャーではもう1人2008年レッドソックスでプレーしていたジェイソン・バリテックも打撃成績の面ではかなり微妙でしたね キャッチャーの貢献はバッティングだけでは語れない側面はあれど、打率2割1分8輪、OPS6 割5分3人でのオールスター選出はかなり議論を呼ぶことにもなりました。バリテックは長年、レッドソックスの扇の要として活躍し、2004年、2007年と世界一を果たしたチームの主力選手でもありましたが、2008年はバリテックの36歳のシーズン、年齢の成果、打撃面での衰えが隠せなくなっていたような時期でしたね。 2008年の前半戦終了時点での打率2割1分8厘は、この年のエールのキャッチャーの中ではマリナーズの城島選手、エンゼルスのジェフ・マシスに次いでのワースト3だったので、まあ、その選手がなぜオールスターなのかと疑問視されてしまうのも仕方なかったのかもしれません。 3人目は2011年レッツでプレイしていたスコット・ローレン。ローレンはブレーブスのチッパー・ジョーンズが怪我でオールスターに出場できなくなったため、その代わりとして NL サード部門のファン投票でジョーンズに次いで2位だったローレンが選出された形になりましたが、前半戦終了時点で打率2割4分1輪、OPS6 割7分5六62試合でホームランはわずかに5本とかなり寂しい成績ではあったんですよね。 前年2010年に35歳のシーズンながら133試合でホームラン20本、OPS8 割5分4人と活躍し復活を印象付けたローレンではありましたが、2011年のオールスター選出はこれも成績の面ではどうかなと思う選出ではありますよね。最もチッパー・ジョーンズの代わりを務められるスター選手という点では、フィリーズやカージナルスなどで長年活躍したローレンは適任ではあるので、そういった点も考慮されたのかもしれませんが、 4人目も2011年パイレッツでプレイしていたケビン・コレイヤーですね。 パイレーツはこの年、アンドリュー・マカッチェン、ジョエル・ハンラハンもオールスターに選ばれていましたので、1990年以来初めてパイレーツから3人選出されたオールスターとなりました。フィリーズのコール・ハメルズがオールスター前最後の試合に先発し、ルール上登板できなくなったため、コレイヤーが追加で選ばれたんですが、前半戦の時点でリーグトップの11勝をマークはしていたものの、防御率4.01、WHIP1.28 と、その他の成績は割と平凡。 コレイヤーは前半戦最後の登板となった7月9日のカブス戦で4回途中5失点してしまい、このせいで試合前3.79だった防御率が4.01まで悪化し、見栄えが悪くなった感はありますが、それを除いてもまあ今の時代だったら同じチームからすでに2人選ばれているような状況で、さらに3人目としてコレイヤクラスの成績の選手が選ばれるかと言われれば、ちょっと悩むなぁという感じでしょうかね。 5人目は2006年ブルワー,ーズでプレーしていたデリック・ターンボー。ターンボーはこの前年の2005年に39セーブ、防御率1.74と大ブレイクし、前年に続いてブルワー,ーズのクローザーとして開幕を迎えていた選手ですね。 5月12日まで12セーブ機会連続成功、防御率も1.35と好スタートを決めていて、そこまでは良かったものの、以降前半戦が終わるまで防御率6.57、そして6度のセーブ失敗、突如として投球内容が悪化し、クローザーとして明らかに怪しい感じではあったんですが、前年やこの年の開幕直後の印象が強かったのか、はたまた23セーブを上げていた点が評価されたのかはわかりませんが、前半戦の防御率4.74でオールスター選出となりました。ちなみにターンボーの 転落は後半戦も続き後半戦だけで見れば防御率11.29と大荒れでクローザーの座も明け渡してしまい最終的にはシーズン防御率が6.87なのにオールスターには選ばれているという一見すると摩訶、ま、不思議な記録だけが残っています。 6人目は2003年パイレーツでプレイしていたマイク・ウィリアムズ。ウィリアムズも先ほどのターンボーと近しい部分があり、前年の2002年にパイレーツのクローザーとして46セーブを上げ、キャリアで初めてオールスターにも選ばれていたんですが、2003年は所々大炎上する試合があったせいか、オールスターの時点で25セーブを上げていましたが、防御率なんと6.44。 よくこれででオーールスターに選ばれれたなという成績ですよねこれだけの防御率で意外とセーブ失敗は5回しかなかったのが良かったのか25セーブというただ1点だけがめちゃくちゃ評価されたのかあるいはパイレーツに他にオールスターにふさわしい選手がいないと思われてしまったのか未だに不思議な選出ですマリナーズで例えればセーブ数だけちゃんと稼いだ昨年のラファエル・モンテロがオールスター行っちゃったみたいな感じでしょうからそう聞くとファンでもその選出で本当に大丈夫なのと思ってしまうかもしれませんね はい。そして最後はこのネタで考え始めた時に真っ先に思いついた選手です。2006年ロイヤルズでプレーしていたマーク・レッドマン。14先発防御率5.27での選出となりました。 この当時のロイヤルズはとにかく勝てず前半戦の時点で31勝56敗と大きく負け越していたんですがそのチームから一人選んだ結果がこのレッドマン当時私は小学生くらいだったはずですがエールのロースター見ながらなんでこの成績の選手がいるんだと驚いた記憶すらありますそれくらいこの年のレッドマンをオールスターにする理由がなく試合数は多くはないんですがまだ外野手のデイビッド・デヘイスースあたりを選んだ方が良かったんじゃないのと思ったりもしましたこの前に出てきたターンボーやウィリアムズも防御率の面では強烈ですが レッドマンは先発でこの成績ですからね一度の炎上が響くリリーフとは異なる点でも本当に何で選ばれちゃったのと思う代表格の選手かもしれませんこの辺りが個人的になぜこの成績でオールスター選ばれちゃったのと思った選手ですかね選手方法がいろいろあるだけに全員が納得する結果は難しいのかもしれませんがこれでオールスターかという印象はどうしても脱げません まあ、オールスターの選出結果を見て、この選手ではなく、こちらの選手を入れた方が良かったとか、あれこれ文句を言うのもある意味楽しみ方の一つな気もするんですけどね。皆さんの中でも、このオールスター選出はちょっと疑問だったなと思ったものがもしあれば、コメント欄でぜひ教えてください。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メールンに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。